岁的满岛光在 First Love 初恋中的精彩演技，让他成为2022年末讨论度最高的演员之一。近日他登上 Kinkin Kids 的节目，也透露自己青春时不为人知的一面。 Kinkin Kids って生きてたんですね。生きてるでしょ。なんかすごいこちらは一方的にねお芝居とか拝見させていただいておりますけど、ね、いやなんかこの番組に出たかったというお話はちょっとお聞きしましたけど、ね、いやもう私がっつり2人の世代なので、子供の時から。子供の時から、あの剛さんのブロマイドとか買ってました。あらブロマイド。そうじっちゃんの名にかけてがすごい好きで、で生まれ変わったらあれになりたいと思ってるぐらい好きで。生まれ変わったらあれになりたい。近代少年になりたいと思ってるぐらい好きで。どういうことよ。あれはねでもねあの撮影がしんどいから進めますから。そうだから最近僕が開発してそのばっちゃんに寄り添ってっていうやつありますから、だから近代一の女版やるときはぜひ私がやりたいですもう今言っといたらいいんじゃない。ばっちゃんに寄り添って。いいね、なんか心温まるドラマな感じが。其实很多人不知道，满岛光早在12岁就以团体 Folder 出道，团体之后改组成 Folder 5，还曾经唱过《航海王》动画早期的片头曲，小编的青春 DNA 都动起来了。可惜 Folder 5发展并不顺遂，在2003年正式解散，却也让满岛光开始追逐演员梦。それぞれの道を決めるときに、光はどうするみたいになった。役者やりたいって言ったら、なんかみんなの中でそれがちょっとびっくりしたみたいで、お前に役者なんかやれるわけないよって言われたの。したらなんか、そんなね役者なんてね胸がないとなれないんだよって言われて。胸はないけど夢はありますみたいな。当时要当演员却不知道怎么做，对未来充满迷惘的满岛光，借由电影遇到了影响他一生、推动他继续追梦的人。本当に可愛くて、よく考えたらそのヘイウォンとかって赤手だこの人と思って、赤手だけどこんなお芝居するんだとか、なんか歌を歌ってる人って思ってるからかわかんないけど、こう。体の中で音楽が鳴ってる感じがしてお芝居を見てて、ああこんな感じで映画に出たいなっていうのを思いながら、なんかこう音楽的にできたらいいなとか、音楽をやってる女の人のお芝居にずっと今でも憧れてる。而这些年来满岛光在演技上不断进步，逐渐走入大众视野，成为炙手可热的演员。最爱的人突然离世，留下两个幼小的生命。シングルマザーが並の生活手に入れるには2つに1つしかない。他仍然坚强面对一切。お母さんお仕事できなかったらご飯食べれなくなるんだよ。伊豆箱の名にかけて。伊豆箱。あんたが放火までも、私はハートの釣り革の伝説を信じます。運命の出会い。そこに隠されていた4つの嘘、不器用な大人たちが奏でる苦くて甘いラブストーリー。え、ちょっと待って、公民を教えられるってことは政治経済も教えられるんですか、桐沢さん。まあでも教壇に立つのは十何年ぶりなんで、また勉強し直さないといけないですけど。教えられるんですね。まあしゃあしゃあ。满岛光如今虽然深耕演戏，可没忘记自己能歌善演的憧憬，时不时发个单曲，日前还与昔日 Folder 伙伴三浦大知合体呢。